一番スムーズに動けるの動ける状態っていうのは、だいたい肩と膝と母子球が同じラインにあるぐらいで動けると非常に動きやすいんですけども、このラインよりも膝がこう前に出て深くなったり、このラインよりも肩が前に出てしまってアンバランスになったり、このラインよりも後ろに行くとかかと荷重でバランスが取りづらくなります。ですので肩膝母子球胴ラインで一番動きやすいところを意識しながら、さらに内側のアーチで地面を押して、でボールにコンタクトしていくと。